ヨルダン、数時間以内にもイラク人死刑囚の刑執行へ、関係筋。アンマン、3日、ロイター、ヨルダン当局は、イスラム国から人質と、交換に釈放を求められていたイラク人女性、サジダ、リシャウィ死刑囚の、刑を数時間以内にも執行する。治安当局筋が3日、明らかにした。イスラム国は当初、殺害された後藤健二さんと、リシャウィ死刑囚との身柄交換を、要求。ヨルダン政府はその後、リシャウィ死刑囚の釈放の、条件として、イスラム国に拘束されていたヨルダン人パイロットの解放を求め交渉していた。イスラム国は同日、このヨルダン人パイロットとみられる人物の殺害映像を公開している。ロイターは映像の信憑性を確認していない。ロイター、2月4日、水、5時43分配信。